キコ、そんなん撮ってどうすんの？こういう何気ない風景に私は美しさを感じるの。絵に描いたような綺麗なものは嘘っぽくて嫌いなの。じゃあ綺麗な人はどう見えるの？例えばあそこにいる月子のお姉さんとか。お姉ちゃん一緒にいるのって柔道部の俊夫先輩。月子、手振ってるよ。返事しないの？いいよ。どうしたのよ、月子ったら。綺麗に撮ってね。うん、こんな感じ。うん、もうちょっとこっちかな。こんな感じ。そう、そっち。大丈夫大丈夫。どう、綺麗に撮れてる？当たり前でしょ。私に写真の腕がなくてもお姉ちゃんは素敵に写るの。そうかしら。写真って撮ってる人の心次第で醜くも写るらしいわよ。どういう意味？やきもちとかしながら撮るとどんな顔に映るのかしらね、月子。
大丈夫か？今日もすごくうなされてたぞ。夢よ、また同じ夢。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tomie. Happy birthday to you. 月子、お前が消しなさい。うん。生きていたら18か。見たかったな、卒業式。次は大学、成人式、結婚式。白むく似合ったろうな。いい笑顔だ。本当よく撮れてるわ。私写真だけが取り柄だから。お姉ちゃんと違ってよしなさい、そういう言い方は。俊夫先輩が？そう、次の校内法で柔道部の特集があるんだけど、その写真を月子に撮ってほしいんだって。本当に？撮影はあさって。どう？やってみる？お姉さんに気兼ねすることないと思うよ。あれから1年だし、月子に笑顔が戻ったらお姉さんも嬉しいよ、きっと。やめてよ、ヨシエ。私そんなんじゃ。また後でね。どなたですか？私よ。はい。私よ、富江。え、あなたのお姉ちゃんよ。お父さん！どうした？変な人、お姉ちゃんだって言うの。いたずら？けしから。何かしら。お母さん、久しぶりだわ。嬉しい。あなたいたずらにして悪質だ。怒鳴りつけて。おいしい？甘すぎるわ。いつものお店に頼んだんだけど。もういいわ。それよりキャビアが食べたいな。
キャビアかフォアグラがいい。それは難しいな。キャビアが食べたい、フォアグラが食べたい。キャビア、フォアグラ、キャビア、フォアグラ。分かった分かった、明日買ってくるからな。何これ。そうか、お前は初めて見るんだな。綺麗でしょ、月子が撮った写真よ。つまりその最後の日に。お、縁起でもないわ。みんな死人を見る目でこっち見てるけど、困ってるのは私の方よ。だってちゃんといるんだもん。着替えここ置いとくね。ありがとう。一緒に入らない？え？前はよく洗いっこしたじゃない。それは小学校の頃でしょ。そっか、気持ち悪いか。一度死んだ人とお風呂なんて。いや、その。